一つの事件、母と娘二人の語り部、物語はあなたの証言で完結する。映画母性の紹介、ベストセラー作家港かなえさんの同名小説を映画化、戸田恵梨香さんと永野芽郁さんが母娘を演じたミステリードラマ。この映画とても演出が興味深いのが、娘を愛せない母と母に愛されたい娘、それぞれの視点から振り返り真実にたどり着くまでを二軸で描き出すという点。女子高生が自宅の庭で死亡する事件が起きて、発見者は少女の母。事故なのか自殺なのか真相は不明のまま、この悲劇に至るまでの過去を母と娘それぞれの視点から遡っていく。同じ時間同じ出来事を振り返っているはずなのに、その内容が食い違っていくんだよね。これどっちが正しいかは観客に委ねられているんです。これはまさに黒澤明監督の現代版。気になる P のところはコメント欄に書いて